で、その今回、一緒にやんないかって言ってくれたスタッフが、そのゲームオブスローンズやった方みたいで、うん。うん、まあそれも、ね、あの、何かの巡り合わせだなあっていうね、うん。それで、まあこういう状況かなので、まあ皆さんは、あの、慣れてらっしゃるとは思うんですけど、リモートで、 そのプロデューサー、ニューヨークにいるプロデューサーのフランクさんと、あの、まあ、時差もあるのでね、あの、つないで、それで、初めてフェイスとフェイスで、ああ、こういう人なんだっていう、で、挨拶させていただいて、で、まあ、本当に今回ぜひ、一緒にやってくれないかな、みたいなことを言ってくださったんですけど、あの、一言だけ、 あの、聞かせていただきました。なぜ俺ですかって言って。<laughs> そしたら、あの、まあ、本当に物語の中に、その、アジア人とか、いうことではなくて、あの、はっきりと日本人という役でキャスティングをしたいっていうふうに言ってくださって。で、まあ、日本人で見てる人たちをワクワクさせてくれる のは彼じゃないかっていうのをたくさん周りの方から聞いたから僕は君の名前を挙げさせていただいたっていうふうに言ってくれてあ,ありがとうございますって言ってうんそのリモートは終わったんですけどまあでもねあのー、本当に初の経験というかまあその以前アイカムウィザレインだったりとかその多国籍キャストで やった経験もあるんですけど、また今回は、うん、違う世界観うん。あの、撮影場所がたまたまイタリアのローマっていうことなので、あの、イタリアのお話とかでは全然ないので、あの、原作、The Swarm っていう、その、深海に生息する未確認知的生物と人類との、まあ、戦いなのかを描いていくという、まあ、若干、 海洋 SF 入るかな海洋 SF サスペンスドラマっていう形になると思うんですけども、まああのー、少しの間、日本を離れることになりますが、はい、皆さんにあのー、ね、作品を楽しんでもらえるようにやったろうかなと思っておりますので、はい、楽しみに待っててほしいと思います。まああのー、現場の状況によりますが、 まあね、あの、インスタとか、幸いのことに、あの、やらせていただいているので、ちらほらと、はい、あの、向こうでの模様を <laughs>、皆さんにご報告できたらいいなと思ってますので、はい、楽しみにしててほしいと思います。